頭はまあ指さすっていうこの2つの手と、足がパーン、これを一緒にパーンの時に手やって、閉じた時に指が頭ドンドン来たら、次右足こっちに出すんですけど、ちょっとだけなんて言うの、左足をこう膝曲げてちょっと一歩下に下がるみたいな感じのイメージで、ドンドンドンで、出したらちょっとこうスライドしてきてください。足で僕足をこっち出すときに、ちょっとだけ頭もしいける人はこう右に、頭のこのアイソレーションっていう動きがあるんですけど、頭だけ横に動かすっていう、これの右だけをドン、足と一緒に、わかりますかね、で体だけ置いていくみたいな、足と頭だけグッて右に出すみたいなイメージでドン。僕の気をで、くがのところで手はす、ちょっと多分こうバッテンをギュンってなんかギュインってやる感じをちょっとこっちでやって、で次すギュインってやったら、ちょっと手首からこう引っ張るみたいな、こういう感じのイメージだと思います。ちょっとこういう経路でドンドンを左右、足はまっすぐ左右で体重の下がよくて、手がドンドンで引っ張ったら、左足こうやって揃えてきながら、右手左手の順番でどんどん下ろす。で下ろしたら肩を、今多分ちょうど右肩が後ろに来てると思うので、1、2、2回肩をちょっとこう前後させます。でどんどん2回目の時に右手を一緒に出す。ここまで来たら、今手のひらが上になるように手を伸ばしてもらってると思うんですが、それをギュッと掴みます。で掴む時に手のひらを下に向けながらギュッと掴む。で掴んだら右手左手を顔の前に置く。ドーンウハアで、そこからこう手を開いていくんですけど、その時に足元はちょっとこうガニ股になる感じ、全部こうじゃないんですけど、多分右足だけをこう右に開くみたいな、で顔もちょっと右向いて、これが、すべて消えてもう、もう の伸ばしてる音に合わせて、もうってやってもらったら大丈夫です。近くにいよう、僕の記憶が、すべて消えてもう。で次タタタ、体こうウェーブするのと、手がこっから手グーに変えてもらって、スもうなんかギューってなんかなんやろ、下ろしてきてもらったらいいと思う。ドーンハハで下ろしてきたら、次こういう動きになるんですけど、足元はちょっとひ出す足を膝外に向けてこういう感じで、その出した足に体重かけるイメージで、ドドドドドで、手はもうメンバーによってこう手ずっとこういう感じで、ここがつながってるメンバーもいれば、こうやって離れてる人たちもいるので、別にどっちでも大丈夫だと思うんですけど、とりあえずこうはなってないので、手は何かしらつけた方がかっこいいと思います。でこれが、生まれ変わったら、生まれ変わったらのタイミングね。1回1回1回で3回これやったら、右足かけて回って、シュッ、左手も普通にパー回
まっすぐ伸ばす。で、右手ここにかけといてください。で、この手を次、ね、小指からギューンと、見えるかな、順番に指離して順番に指つけるみたいなイメージでギューン。これを君はダダダダ。で、この手のこの動きとちょっと胸のウェーブもついてます。タタタンタタンタン来たら、右手シュッてこっちに、左手伸ばしてる方に揃えて、ぐるっと内側に向けて、顔の真正面に手が来るように、ここまで下げたら内回しで落ち、また君を探す。この回してくるときに左じゃなくて右足をすぐ揃えます。で、揃えてくるときにちょっとなんていうの、なんかシュッシュッみたいな、ちょっと体を一回手と離してギュッて持ってくるみたいなイメージ。普通にこうやって揃えるんじゃなくて、ふうふうみたいな、わかりますかね。一瞬ちょっとこう手と体を遠ざけるようなイメージでギューってやってから揃える。で、見た、ちょっと膝曲げつつ体をちょっとこう後ろに反らすっていうのと、手をこう離すっていうのを一緒にドンドンで移動になりますね。近くにいいよ、僕の記憶が全て消えて、もう生まれ変わったら、また君を探す。見かけじゃなくて、になります。心から次入ります。心、手はまあバンって開いてもらって、右足ちょっと一緒に出す。心だ、で、足がドーンに出したらトントン、一回右足ついて左足つく。心抱いて、ちょっと早いですけど、ドンドンドンタイミングで、手が心だ、ポンって開いた。次、クロスで、手はまあグーじゃなくてちょっと開いてるみたいな感じで、心だで、その上からちょっとこうクロスで下ろしてくるようなイメージです。で、これしながら心だいて、ウェーブが抱いての時に2回ウェーブをかけてます。で、その2回こうウェーブするのと、手がこう下ろしてくるのとっていうのが一緒になります。ゆっくりやると、心抱いてになります。で、満月の夜なんですけど、まあ、でもう一回手開いて、まあ、うん、で、ちょっとね、なんかメンバーによってこうボンって下ろしちゃってる人もいるんですけど、何人かはこうちょっとこんな感じで構えてるんですよね。次、どっちが正しいかちょっと分かんないんですけど、まあ、私個人的にこっちの方が好きなので、この手でいきます。まあ、うん、ゲーツの時に、左足をキックキックして、こうちょっと膝グーンって回すような、丸く描くようなイメージで、満月。足開いてきたら、この辺、斜めちょっと上ら辺に向かって、す、多分満月の夜って言ってるんで、満月、まん丸をここら辺にこう描いて、足そのままで、手をさわって払うんですけど、右手は普通にこう、バーンって払ってもらって、左手は右肩ら辺、この辺に、キープ。で、足が、足っていうか体重は、今ちょっと左に乗ってますよね、体重が。
でそれを次払うときにちょっと右に移動、前後ろ、心抱いて満月の夜になります。で次もう次の手の時に一緒に足グッて揃えてきてもらって、右手からフッフッドン、右左でちょっとこう眺めるような感じの手する時に両膝がグッて曲げてもらって一個ちょっと下がる。で下がったら指さして指さして、でちょっと頭からウェーブで、今こう腰の位置が下がってると思うので、次のウェーブでちょっと戻る。でウェーブで戻ってきたらモンスターなんですけど、最後の手はこうなんか引っかくような感じをクロスさせて、どっちが上でもまあいいと思うんですけど、引っかいてこっちっていうのを左右ってやって終わりです。満月の夜からいきましょう。せーの、満月の夜、君を見つけたモンスター、近くにいよう、僕の記憶が全て消えても、生まれ変わったらまた君を探す、見かけじゃなくて心を抱いて、満月の夜、君を見つけた。